イエーイ、イエーイ、イエーイ、ビジュアル大好き、うい、うい、大好き、イエーイ。川口だけ反応してましたけども、いやいやいや、ありがとうございます、はい、じゃあまずはご挨拶いただいてもよろしいでしょうか、はい、一人ずつ、はい、はい、ベーシストのアイビーです、よろしくお願いします。でもね、最近はね、ベーシスト以外でも活躍してるアイビーです、よろしくお願いします。うん、はい、ボーカルのひとみです、よろしくお願いします。はい、はい、ギターのビビです、よろしくお願いします。よ、うん、はい、よろしくお願いいたします。と、うん、いうことで、ちょっとモランの話をしようとしたんですけど、ちょっと先ほど一組目のゲスト、ミックスピーカーズインクさんが、うん、ちょっと先ほどなんかミックスさんのコーラスにちょろっとなんか参加してるとかしてないみたいな、そうなんですよ、なんか言っていいのかなみたいなこと言って、結局言ってましたけども、はい、まあ、そういうプロモーションもあるかなと思うんでそういうプロモーションもね、はい、はい、そうなんですよ、先日ロフトのインタビューで、はい、俺とソアンとで、はい、ミックスピーカーズインクさんのレコーディングスタジオの方にちょうどお邪魔して、うん、でそこでインタビューをやったんですけど、はい、まあ、ついでにレコーディングやってるならということで、僕聞いてないっす、それ、サウンド聞いてない、うん、内緒で、いや違う、だから今日ここにいるんだよ。え、あ、そうなんですか、うん、ありがとうございますいい働きをしてくれたってことですよね、ひとみさんが。そうそうそう、いや違う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 、この間行ってなかったから今日は呼ばれたんだよみたいな、うん、あ、そうなんですか、そうだよ、うん、そうでしたっけ、そう僕仙台の時行きたい人みたいな挙出だったような気がするんですけど来たい、そうそう、そしたら行きたい行きたい行きたいって思って、うん、でビュー君も行きたいって言ったんで、ね、それでなんか控えめの大人が、うん、今回出なくてっていう経緯だと思ってました。控えめの大人って言っちゃった控えめの大人がもう2人いるんですよ、うん、よく眼鏡かけてる人と、うん、オラオラ系の男がいるんですけども、うん、そうで今回ね、そう、うん、今回モラのトリプル A がね、モラのトリプル A が、そうなんですよ、A 型がこう3人並んでるんですよ。あ、そうだね、あ、そうなんだねって僕初めて言ったような感じじゃないですか結構前から言ってるんですけど、ね、ひとみさんには、うん、よく聞いてる気がする、ね、ビール君笑ってるだけね、うん、言ってた、昨日さっき裏でなんか追いついてくれるって言ったら、うん、いいよって言ってくれたじゃない、うん、そう、今日は、うん、アイビーがすごいテンションで行くっていうから、はい、違う違う、じゃあ僕がここ入る前にはい、ひとみさんに今日どんぐらいテンションでいったらいいですかね、ミックスさんもいるし、なんか控えめに行った方がいいですねって言ったら、はい、全然 OK、 ありがとうって言ったそう、本当っすかって、はい、ついてきてくれんですか、しかもバッハさんなんてね、今日ね総合司会をね、うん、初めてやるっていうのを聞いたんで、はいはい、そうだから、うん、なんかそういう空気感がすごいですよ、うん、今っていう情報をもらったんですよ、はいはい、BGM もないし、あ、 BGM ないですよ今、はい、生放送の人ですね、うん、そうだから、うん、なんか頑張んないといけないなっていうプレッシャーを与えられた時に、うん、こうやって入場してきたんですけども、はい、どうですか逆にすごい無茶ぶりですね、どうですか、はい、いや素晴らしいと思いますよ、OK です、 OK です、あ、本当ですか、ありがとうございます、はい、本当にでも何でもでも黙れって言ったら僕黙りますんで結構空気読める、そろそろ黙ろう進行の妨げになってるからそろそろ20分ぐらいしかないですからね、そうそう、はい、そうですね、時間ないからね、はい、宣伝しましょう、うん、はい、宣伝しましょう宣伝しましょうさあ早速ですね、モーラの話に、うん、はい、戻りたいと思うんですけども、うん、ただいま全国13カ所23公演のワンマンツアーが、はい、はい、真っ只中でございますが、10月4日から始まって明日明後日10月19日20日の新横浜ニューサイドビーチで、うん、まあ、一旦そのツアーは終わると思うんですけども、今回のそのツアーを率直に振り返ってみていかがでしたでしょうか。いかがでしたか、 B 君。大変なツアーになっております。そうだ、うんうん、表公演と裏公演っていう2つの、うんうん、1日目が表で、まあ、大体2日目が裏なんですけど、はい、表はまあ普通のモラン、まあ、通常通りのモランのワンマンをするんですけど、うん、裏がコンセプトに沿ったワンマンっていうのをしてて、うん、例えば、まあ、うちのその、 大人のよくメガネかけたギターのしずな君がいるんですけど、はい、がジバニャンの格好したり、うん、でアイビー君何やったっけ、んほおずき様を、あ、アニメ、まあその時はなんかコンセプトが二次元っていうアニメのキャラクターになろうっていうコンセプトで、僕これカメラ大丈夫ですかねいやバッチシ映ってますよ、なんかすごいでかく映ってるなと思っていや美味しいじゃないですかねちょっとずれちゃったかなっていうちょっと近づきますね、あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、はい、はい、うん、これで、あ、大丈夫ですよ僕、はい、あ、そうですね、ここのミッキーが映ってますからね、まあそんなことはどうだっていいのではい、そうですね、はい、B 君どうぞ、はい、俺まだ喋んの？そう、はい、それでみんながいろんな格好をしたりして、うん、すごく大変なことになってます、うん、ね、ひとみくん、ね、
本当に。あのでそれぞれ表公演裏公演とセットでそれぞれ地域ごとにメンバーが担当を決めて、はい、で表のセットリストも裏のセットリストも全部そのメンバーが取り仕切るっていうで、はい、裏のコンセプトもそのメンバーが決めるっていうので、うんうん、それぞれが、まあ、各地を担当して何そうで明日見切れてるんで僕だからちゃんと映しますからちゃんと後 で, で今は人目さんが喋ってるからバイナルで来ました、ね、すいません横浜で、うん、そうアイビーが最後だよほらそう僕のねあの横浜って言っても過言でもない横浜があるんですけどもえあの僕の横浜って言ってもいいぐらいの過言でもない横浜があのちなんですかもう横浜アイビーさんのものいえ横浜はみんなのものなんですよでその中の僕のものって言ってもいいほど過言でもないそう横浜があのニューサイドビーチっていう場所にあるんですよあのそこ僕実家から自転車で30分ぐらいの距離なんで、はい、そうなんですよそこで、最後、はい、そのなんていうんですかツアータイトルが破壊よりも偏愛をね、うん、幕を閉じるわけですよそこで、はい、いやいい土地を選んでくれましたよ村は、はいうん、本当ねこういうのは全然なんか流れ的には何も僕たちは意見してなかったんですけども、はいでも自然と最後に横浜が来た、うん、横浜には何かが起こるっていうなんかその期待感、うんうん、期待感があってこその、はい、ラスト公演新横浜、うん、ニューサイドビーチ博愛より偏愛よぜひともねこれはね明日明後日ワンマン、はい、2公演あるんでぜひとも来てください、うんはい、そうですねじゃあ、まあ、今の時点で、まあ、あまあ言っちゃうとねいろいろネタバレもあると思うんですが今の時点でちょっとなんか言える ところもなんかちょっと言える範囲ですか、はい、じゃあ1曲目から言っていいですかねセットリスト言える範囲なんですかそれ言って全然大丈夫よくないと思います大丈夫ですかそれは内緒で、うん、それは明日来た人も内緒になりますけども、うんまあ、結構ねあの正統派のモランっていうのね、はいまあ、さっきビー君が普通のモランって言ってますけど普通のモランはありません、はい、すげえかっこいいモランをねはい、どんどんバーンバーンって出していきますのですげえいいライブをしますてか今まですごいなんかその新潟から始まりましたけども1公演なんかもう失敗もなくなんかすげえかっこいいものを見せてきたんで、うん、本当その集大成がもう横浜で見れるっていうのは本当自信があるので、うん、そこもぜひとも見てもらえたらなっていうのもありますし、うん、その裏公演での最終的なモラの悪ふざけが、うん、はいね、僕の主催で行われるのでコンセプトなんだっけコンセプトはモズニーランドモズニーランドはい細かくは聞かないでください、はい、そうですねあんま細かく聞けもしれないかもしれないですね、はい、ここではね、はいうん、なんでね、まあ、夢の国モズニーランドへようこそっていうのが夢の国モズニーランド、はい、あるんですけども、はい、まあちょっとそれに酷使したあの、はい、千葉のところはあるんですけどもそことは全く別な空間を、はいはいはい、出そうとは思ってるのね汗かかってますねはいなんでねそれをね、まあ、名前的にもなんか伝わりやすいんじゃないかなっていう、うんはい、僕がやりたいことは、うんうん、でも決してそっちの方ではありませんっていうのは言っておきますはいはい、はいはい、あっちのモズニーではないということですねあっちのモズニーって何ですかねあっちのモズニーっていうのは分かんないですけども、はい、あ分かんないですねはい、はいはいうんうん、もうぜひとも、はい、最後まで、はいはい、楽しんでいただける公演になっております、うんはい、なるほどでもそうやってこうメンバーさんがそれぞれ担当してるっていうところで言うとそれはもう権限は全てそのメンバーさんが全部持ってるわけですよねじゃあそれは逆にじゃあこういうことをもうやろうと思うって言ったらもうそれはなんすかもう死の子の言わずにそれはもうやるしかないやるしかないそう、うん、ある程度反対まあ事前になんか俺はこれ NG だよっていうのを出されてたんですよ、はいうん、ああなるほど真ん中の、うん、あの丹比のお兄さんはなんか俺はスカート履きたくねっていうタイプだしそうそうそうだってセーラームーンとかやらせようとしてる嫌ですっていうそうなんですかそのリアルタイムな状況じゃないですか、うん、なんか今セーラームーンの復刻版とかさなんかまあ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 そうなの遊べる本屋さんビレッジヴァンガードってあるんですよ、うん、そこで結構フィーチャーされてるんでそうなの行ったことありますあるけどあそういうところ行くんですね、うん、庶民派のところでも行くよあ、うん、高級なレストランしか行かないと思ってました僕行くビレッジヴァンガード大好きなんだこれ俺マジっすか大好きだよどこがどこがって楽しいじゃん楽しいよあのなんか本に書いてある説明見てるだけで楽しんでもあそうなの あ,、うん、あれ結構センスありますもん ね僕もああいうセンス欲しいですもん言葉の選手は、うん、じゃあ俺の本のなんか、はい、なんかああいう書けましたよいつでしたっけ本出たの今年の頭ぐらい今年の頭ビレッジヴァンガードでは売ってないかもしれないんですけど、うん、本出したんですよひとみさんはいはい出されましたブログ本じゃないかブログ本じゃないあコラムそう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 某ね雑誌で連載してるんですよ、うんはいはい、ミックスさんにもねあの文章書いていらっしゃるシークさん
がいらっしゃるんですが、それとはまた別な感じで、なんか日々のなんか不満を積もってる、なんかそんなあるんですけど、そんなでもないでしょ。高いっすよね、あれね。2800円ぐらいじゃん。そんなしないわかんないね、うん、自分で言ってんのに、うん、値段忘れちゃった。ビー君してますもん。値段、うん、2900円、うん、そんなしなかったっけ、だと思うんだけど、わかんない。でもまあかっこいい写真いっぱい載ってて、かっこいい写真、あ、うん、すいません、あのバッハさん進行してくださいえ、この話のそのセルディーなところはどこだったんですか。はそのなんか織織織帯、帯、そう、帯、帯、はいはい、帯に、うん、あの一人ずつひとみさんがなんかコメントちょうだいって来たんですよ、はいはいはい、そしたら僕はもう的確なコメントをバッて出したんですよ。なんか、うん、すげえどうでもいいことが言ってたよねこの本を読めば5キロ痩せるって書いたんですよ、僕。そんなこと書いてた、はい、あ、そしたらなんか女性の方ってそういうダイエット本とかよく買われる印象があるんで、まあ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 、売り上げで貢献してんじゃないかなって自分の中で思って、なんかでもまだ僕ひとみさんに、うん、あのその本が何冊ぐらい売れてるのかっていうのを教えてもらってないですし、うんうん、何冊分ぐらい、あれ1冊のうち何パーセント僕に来るのかも教えてもらってないんですよえ、うん、あるんですかそれ。来ないよ、来ないの、来ない、うん、皆さん聞きましたかじゃあ僕、 jugamos para explorar, para descubrir lo desconocido, para convertirnos en leyenda. Jugamos aquíPlayStation. Jugamos para explorar, para descubrir lo desconocido, para convertirnos en leyenda. Jugamos aquí. PlayStation.テレビ見てるだけのカロリー消費するっていうのもありますし、はい、だからあの文章量見たことあります？ここらも売ってるんですか？あの販売はしてますよ、はい、見ました？あの全部は見てないですけど、はい、その確かにあの字は多いですよね、すごい字すごい多くて、うんうん、本当に痩せんじゃねえかなと思って、だから3日4日かけて何も飲まず食わずで頑張っていけば痩せるかもしれない3日4日もかかるんだすごい時間をかけて飲まず食わずってことは結構連続で読んでるってことですよね。そうだね、そのぐらいすれば痩せるかもしれない。そんなね、うん、本のタイトルはなんて言うんですかね。マジでなんだっけなんか瞳孔反射アンソロジーかな、うん、ビエ君が変なね、記号入ってて顔文字みたいな瞳孔反射アンソロジー、ぜひとも買ってください。2980円ですか、うん、はい、わかんない値段は、はい、よろしくお願いします、うん、はい、ってなことでね、バッハさんよろしくお願いします、はい、そういうことで、はいはい、ちょっと話もいろいろ出てきたところで、ここでちょっと一曲、歌いますか歌は求めてないです、ごめんなさい、はい、あのまあ、歌でもいいんですけどね、うん、あのまあ、実際これモランのちょっとプロモーションビデオ、ミュージックビデオをちょっと流そうと思うんですけど、うん、まあ、それをね、実際のミュージックビデオもいいですし、アイビーさんバージョンでもいいですけど僕で繋ぐのはちょっと絵的にもきついんで、せっかくだからアイビーバージョンで僕はそれはもうなんか視聴者のね、はい、何億人もの人たちが見てると思うので、そこはもうなんか全世界でね、はい、全世界で、はい、その化粧した僕たちを見てもらいましょう、はい、化粧したね、はい、じゃあ、モモランの中での新曲になりますね、はい、じゃあせっかくなんで、じゃあそのままで、じゃあアイビーさん曲紹介してもらっていいですかね。はい、はい、モラン、ニューシングル「堕落へと続く部屋への感触どうぞ。それでもここに打ち落とされるのだ。
ということで、ね、ミュージックビデオ見ていただきましたが、先ほどそのお話のありました、ひとみさんの、本ですけども、音楽専科社さんから、販売出版しておりまして、そちらが2980円での販売となっておりますね。はい、次大改装でもね、そう言ってますんで、予想以上に高かったっていうね、そう本人気づかが気づかびっくりしました僕は、はい、でいろいろあのコメントも、いただいておりまして、お、ありがとうございます。はい、岡山本当に楽しかったです、モランさん大好きですとか、アイビーさん絶好調、うん、絶好調アイビーはこれで通常運転です、すいませんすいませんなどなど、はいはいはい、まあ、通常運転でもね、これはもうなんか営業モードなんで、はい、普段はここまではないです、ね、普段ここまでじゃないです、はい、ずっともう無言で、はい、溜めてます気をでここで爆発させるっていうのが、あ、なるほどね、はい、ここが今爆発の場なんですね。そうそう、僕の、あの作戦っていうか、なんかそうしないと僕ずっと喋れない人間になっちゃうんで、うん、そう最近あの乾燥してて、まあまあ時期的には喋、はい、るとどんどん喉が辛くなるっていうのがあって本当に、そうですよ、うん、違うんですか、大丈夫じゃない、今全然平気そうだよ、だってそうですかね、うん、そう見合わす、はい、見える、はい、じゃあ質問ないですか質問はちょっとあったら、じゃ あ、 はい、あったら教えてくださいね、はい、質問あったら教えてください。で、まあ、今後のモランのお話なんですけども、まあ、今の時点ではあの大晦日で の、 あの新宿レンギンさんとかエリアさん、渋谷公会堂さんでの3カ所、春にあのスピードディスクさんプレゼンツの新羅万象ツアーとかいろいろ決定してると思うんですけども、よいしょ、ね、あといろいろありますよね。そうですね、はい、なんといっても3月の14日から始まるアニバーサリーワンマン東名阪のワンマンツアーがあるので、はい、そこにぜひ来ていただきたいなと、はい、なるほど、これはどのようなライブになりそうですかね。そうですね、あのタイトルがドリーミーアニバーサリーっていうタイトルで、なんかこう夢のような時間をみんなと共有できたらいいなっていうコンセプトのもとに、あの透明版でそれぞれお祝いできたらなっていう、はい、感じで考えてます。なるほど、はい、なんか今までね、なんかそういう記念日って東京でしかの力がやっぱ入らない部分でもあったので、力が入らないわけじゃないんだけど、なんかセットリストは本当平等に言ってますけど、うん、そういうなんか今まではなんか赤坂ブリッツとかそういうなんか、うん、豪華なワンマンみたいなあるじゃないですか、うん、記念日に、うん、そういうのは小道具とか、ね、そうそうそう小道具とか、うん、それはどうしてもなんか、うん、なんかこれのおかげ関係で東京でしかできなかったですけども、今回その透明版でそういうなんか素敵な場を作りたいなっていうのが、うん、やっぱその透明版に込められてるものでもありますので、うん、なんか普段のそういうワンマン以上の景色を見れるんじゃないかなっていう、うん、はい、なんかその単純にツアーファイナルっていう感じでいつも東京がドーンってあるんですけど、はい、そういう感じではなく、もう3カ所とも、うんうん、フラットなぐらいな気持ちでやれたらなってい う、うん、はい、なるほど、リブさんどうして、本当に楽しみです、うん、やっぱりなんかモランのそのなんか良さっていうのはすごく、あの曲もそうなんですけど、はい、視覚的な部分もすごく多くて、うん、それがなんかやっぱり最大限に発揮できるワンマンをこう透明版でできるっていうのは初めてなんで、まあ、僕たち入ってから、うん、すごく楽しみだなって思ってます、うん、なるほど、はい、じゃあぜひそちらの方もね、あの最新情報、あのホームページの方でも見ていただければと思うんですけども、ちょっとですね、あっという間に時間が過ぎちゃいまして、あらま、はい、もう終わっちゃうんですけど、はい、大丈夫ですかね、アイビーさんも。いや、全然ダメです。全然ダメ。全然ダメ。全然ダメ。このまま朝まで行ってコースだと思って。明日ライブ。明日ライブですけど。明日ライブだよ。はい、で明日横浜2デイズですよね。で、こっからね、渋谷に乗り換えて、東横線で新宿に、あ、新横浜に。新横浜に行くっていうね。帰りたい。帰りたい。一回帰りたい。じゃあ帰りましょう。はい。これまた帰りましょう。はい。はい。ということで、ちょっとまた次のコーナーでもですね、またちょっと、お三方には出ていただきたいと思います、うん、それでは一旦ですね、こちら2組のゲスト村の、お三方でした。どうもありがとうございました、うん、それではまた一旦 CM いきます。どうぞ。
ここでまた、私バッハ松本のライカエジソン情報をお届けしたいと思います。ライカエジソンはですね、ちょっと不定期的ではあるんですけども、ライカエジソン主催のライブイベントっていうのも行っておりまして、来年の2015年1月24日土曜日蔦屋オーウェストにてライカエジソンプレゼンツのビジュアルっていう、ライブを行いたいというか行います。で、今回はですね、ノーゴッドとヒーローの2組によるツーマンライブを行わせていただきます。こちらですね、ライブ終演後合同握手会も開催いたします。2組による貴重な握手会も行いますので、ぜひこちらは楽しみにしていただければと思います。詳細は後日発表いたしますので、先ほどの携帯サイトなどでもご覧いただければと思います。そんな蔦屋オーウェストのビジュアルにご出演いただくノーゴッド、そしてヒーローからコメント VTR をいただいておりますので、早速こちらをご覧いただきたいと思います。それではこっちですかね、はい、どうぞ。ジャパンビジュアルレボリューションをご覧の皆さん、こんばんは、ヒーローです。こんばんは。若干ですね、このカメラがね、こう斜めにあるんですよ ね、これ気になるんですけど、多分見てる人もね、こう斜めに、逆ですね、こっちを下げます。こっちを逆です。こう逆です。逆です。こう、もうちょいもうちょいもうちょい行くとちょうどいいぐらいですね。まあそんなヒーローですが、はい、ですね、来年の1月、ちょっと斜めなヒーロー。斜めな。そうそう、ありがとうございます。来年のね、1月24日に、はい、ノーゴッドとね、はい、ツーマンをやるんですよ、はい。ツーマンツアーがあるんですけどもね。はい、これ1月24日に、はい、まあ、ファイナル、うんうんうん、蔦屋オーウェストであるんですけども、はいはい、まあ、こちらについて意気込みなどをぜひ聞かせてもらいたいんですけども、はい、ユウダさんどうですか。まあそうですね、まあ、ノーゴッドっていうバンドあるじゃないですか、うん、こうね、まあ、ボーカルがやっぱり面白い、うん、で、あと楽器陣はすごく演奏しっかりしてるっていうのもあるんで、うん、まあ、そういう部分でやっぱり楽器隊としてはね、うん、まあ、ちょっとでも、まあ、向こうの方が全然上ですよやっぱり、はいはい、まあ、けどちょっとでも近づける。ジャパンビジュアルレボリューションインライカエジソン読みすぎ。ご視聴ご覧の皆様、どうもノーゴッドですよ。どうも、ノーゴッドです。この映像がね、ですね、なんかネットで流れるのかな。そのようですね。で、なんかとりあえず1月24日の意気込みってことなんで、ヒーローとのツーマンですか。そうですね。ウエストでツーマンやりますな。ライカエジソンプレゼンツですか。ライカエジソンプレゼンツ、ヒーローとツーマン。これ誘われたの。誘われたり。ライカエジソンさんの主催。まあまあだからヒーローとはね、まあ、その前に町田横浜とね、ツーマンをやって、だいぶ仕上がってるんじゃないかなと思うんですけど、ね、何ですか、あの雰囲気がね、雰囲気がだからいろいろセッションやろうよみたいな話があったんですけど、ね、はいはいはい、あの向こうのボーカルのジン君がですね、人のバンドの歌詞を覚えられないっていうのを普通な叫びを聞いたんで、つらいですね、ちょっとちょっと人のバンドの曲はっていうね、こともあったんですけども、そこなんとか覚えてもらってですね、あのなんかわちゃわちゃやりたいなと思ってるわけでございます。やってるといいですね。うん、まあね、まあ、だいぶ一周格闘技戦になると思いますので、うん、ぜひとも皆さんお楽しみにしていただければなと思います。まあ、詳細などはホームページをご覧ください。そんなわけでですね、ここで一発、ミュージックビデオをご覧いただきたいと思います。というわけで、ノーゴッドでフォローです、どうぞ。
番組も後半になりまして、ここからはですねちょっと今回ミックスピーカーズインクさんとモランさんお二組に、お越しいただいているということで、ちょっとせっかくなのでですねこちらをちょっとお二組による対談のコーナーをちょっと始めたいと思います。はい、まあで1月にそうなんですよ、先ほどもありましたけども、でツーマンでロフトさんでツーマンがあるっていうのもねちょっと、はい、あると思うんですけど、ちょっとその部分もで話もしたいと思うんですが、早速ですけども、はい、はい、まず一組目の対談の方はシークさんとアイビーさんです。はい、よろしくお願いします。シークです。よろしくお願いします。アイビーさんです。アイビーさんです。よろしくお願いします。いやちょっとこの後ねこの2人によって何が生まれるかがちょっと、はい、そうですね、僕の中では本当シークさんは目上な方なので本当に恐縮していこうかなと思うので、ペーペーです。本当は足はちゃんと揃えて、僕なんてもシークさん、すいませんすいません全然早速いきますね。いやいやいや、シークさんは全然やってもらっていいですよ、はい、全然いいんですけど、そう僕はやっぱし、なんかそう、こういうのは、モランでも、まあ、後加入なのでね、はい、そうなんですよ、なんで、こういう膝を揃えていかないといけないよっていう、上からの、あ、そうなんですね、圧力がよくかかってるので、なるほど、上からの圧力、そのアンさんがね、入ってくる、そのアンさんが、そのアンさんがね、怖そうですもんね、怖いっすよ、オラオラしてますもん、あの人、声がね、やっぱし、覇気がすごいあるんで、びっくりしちゃいますもん、ロー聞いてますから、ロー聞いてるし、だから、その、ローが聞いてるくせに、すごい通るんですよ。なんですごい、とりあえず生っていう声すげえ通るなっていう。通りそうっすね。そうすごいんですよ。そうライブでも来てくださればわかるんですけど、うん、なんかすごいでかい、でかいっていうか、うんうん、まあ声がでかいつうわけじゃなくて、うん、本当なんだろう、うん、通る声。そう通るんですよ、うん、しかも太いのに通るって奇跡の男ですよね、うん、と思って。で最近僕僕ソンさんの話ライビーさんのこと聞いたんだけどせっかく2人来てんのに、はい、まあ僕そんなに面識がなかったんかなと思って、はい、昨日めっちゃビジュアル系データベースで調べてきたんですけどそう、アイビーさん以前、はい、こう前のバンドさんの時とかでこう、はい、ご一緒させていただいたこともあったということで、はい、まあ改めて今回初めてこうやってやらせていただくかなっていうところもあって、うん、そもそもなんでアイビーなんですか？僕ですか？はい、僕の名前の由来は前結構長くなっちゃうんですけど言葉が、うん、全然いいですよ。前の初めて組んだバンド の、はい、曲にアイビーっていう曲があります。それが IVY、はい、今の大文字、はいはいはい、一番前が I が大文字、うん、あとは VY 小文字なんですけど、ね、はい、それがなんかすごい響きが良くて、うん、なおかつなんかそれが男でも女方でもなんか通用するような名前に感じたので、うん、で後々なんかそういう路線変更っていうんですか、はい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 、男から女に変わると女から、うんうん、まあそれはもうカナダに行かないとできないかもしれないんですけども、はい、それがなんかその名前でずっと続けてってもなんか何も違和感ないなっていう感じがしたので、うんうんうん、その名前をつけたっていう経緯がありまして、はい、すごいプレゼンうまいですね。いやいやいや、僕も全然言葉がね全然詰まってしまいまして、いやいやよく噛んでしまうんですよ。俺今ツボ出された買うとこでしたそんなに本当ですか？聞こえない喋りうまいなと思って、はい、いやいやいや、ね、もうバッハさんに比べたら全然僕なんてもペーペーなんで、いやいやいやライブ中 MC とか結構したりとかするんですか？いやライブ中は全くできないんですよ。あ、できないそうなんです。僕同じベーシストとして、はい、喋りが苦手で、あー、ほんま、めちゃめちゃ喋ってましたよ。喋りが引き込んでましたよ苦手なんですよ、うん、それは多分関西の方っていうのを聞いて、うん、はい、僕は横浜の人間なんですよ、はい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 、そのなんか血筋が多分、はい、いい具合になんか、はい、混じり合ってこういう風に軽快なトークをできるんじゃないかなっていう、はい、あ、ほんまですか、はい、なんで一番すごい喋りやすいですよ。うちメンバーに地元が一緒というか関西のやつ、はい、完全のダークサイドなんで、ダークサイドの方が全然喋らないです。そうなんですよ。ちょっとダークサイドの方々たちにもなんかちょっと話してみたいなと思うんですけど、ね、やっぱダークサイドすぎちゃって、僕も闇が深い人間なので、はい、全然闇な感じはいますよ闇な人間なんですよ、はいはい、ポップサイドですよ。こんなポップサイドでね、ドーナツとか着てますけども、はい、年がいもなく、でもなんか、うん、なんかすごいなんかひとみさんとかそうバッハさんが、うん、シークさん話しやすいからいいよ。ほんまですか？そう、ひとみさんがなんか俺シークくっとしか話してくれって言ってたんですけどそんな好かれてるんですか？そう、そもそもそんなモノマネ似てなかったんですよね本当ですか？僕すごいおはこりしてるんですよ。だからインストアとか結構やってるんですけど、その度にすごい似てますねみたいな感じで言われるんですけど、言われるんですね。多分うちのミキ君の方がうまかったと思うんで、あ、ますか、はい、後でね機会があったら、はい、こんな話してたとミキ君がまたすげえ詰め寄ってくると思います。あ、そうなんですか
ら意外にようモノマネするんですよ、うちのミキ君。あ、そうなんですね。ソアンさんのモノマネも一番得意やで。あら、そうなんですか。あ、ほらごひいきにさせていただきます。ありがとうございます、本当。そのうちにビビ君っていう、うん、あのプリチーな、はい、可愛らしい妖怪プリチーがいるんですけども、ね、それはモノマネとか多分しやすいと思うので、うん、格好の餌食になってくれるかと。あ、ほんまですか、はい、なってくれる。楽しみ。本当にビビさんもそんなに喋ったことないんで、さっきちょっとね、楽屋で挨拶させていただきましたけど、はい、プリチーオーラがすごくないですか。可愛いです。そう、可愛い。食べられちゃいます。めでたい、はい、めでたい、めでたい、はい、もうすぐね、元旦なのでね、めでたい、いいですね、はい、そっちのね。でね、そうね、師匠やったけどね、はい、気にすんなよ。僕はそういうのをね、慣れてるんで。あ、ごめんすか。もうここまでね、ここまでね、モランとしてのもう2、3年間なんか今日俺らトリオ漫才しないかみたいな感じになってますか。大丈夫ですか。大丈夫だ。台本ないですもんね。台本ないんで、本当台本ないですよ。ちょっと進行してもらっていいですか。あ、俺でした。はい、いや逆にね、今すごいシクさんから質問ね、いろいろされましたけど、逆にアイビーさんからなんかシクさんに聞きたいこと。最近失敗したことあります。失敗ですか、はい、まあ、C っていうなら部屋間に緑入れたつもりがあんま入らんかって、この金髪混じるみたいに今なってるかなぐらいな。僕も最近あのその失敗がありまして、はい、今すごい罰金じゃないですか、うん、今日あることを僕、うん、一昨日まで忘れてて、はい、で、あの明日ライブなんですけど、はい、明日今日染めちゃえばいいやと思って、あ、人前に出るのがね。そうそう、だからこう、はいはいはい、なんかすげえ派手な髪なんですけど、すごい恥ずかしくて、これが失敗しちゃったなっていう。ああ、なるほど、はい、全然でもね、そうなんですよ、服装にも合ってるし。服装にも合ってるんですかね、うん、でもやっぱ年がいのない服装なので、本当なんでそんな年気にすんの。いやー、やっぱしね、なんかいろいろ限界が見えてきたんで、僕の中でも、はい、ここから2時間話せる話、2時間話せる話になりますね。朝までトークできますから、はい、まあ、そのうちあのライカ・エジソンさんの主催でやったり、女ドラッグにも手出してないんですよ、うん、なのでドラッグ出てたらここで言われへんからね。僕ドラッグやってますって言われへんけどね。そうそうそう、なんでね、そのまあワイルドとはちょっと程遠いんですけど、うん、まあせめて写真だけでもワイルドに撮ってもらおうかなっていう必死感が多分シークさんに伝わりまして、はいはいはい、喧嘩強そうやなみたいな感じになったんですよ。僕のモノマネですか。早っ。すいません。いえいえ、全然全然、はい、っていう感じで戻します。はい、戻されるんですね、はい、じゃあなんかそれぞれその、シークさんから見るモランのイメージ。そうですね、逆に僕これすごい申し訳ないんですけど、まだ5人、今の5人編成になってまだライブを拝見したことがないんで、うん、はい、ちょっと今度のそのロフトの時にちゃんと見させていただきたいなと思ってて、ね、はい、ぜひとも見てもらいたいなっていうのを。そうなんです、まあ僕そもそもベースの話はあんまりできないんで。あ、僕もなんですよ。あ、ほんまですか。ベースシストあるあるなんですかね、はい、僕絶対ベースシスト集まってもベースの話だけはしたくないなと思って。僕もなんですよ。はい、そうなんですね。仲良くなれそうですね。本当ですね、はいはい、ちょっと原因を上げすぎると歪むよっていうぐらいで、はい、そうですね。全部センターに回しますからね。センター全部回すっていうあるあるですけど、ベーシストあるあるが、ここだけしかね通じない話だっちゃったんですけど、やっぱあるんですね。あるんですよ。ありますね。ベースは好きな人とあんま好きじゃない人にばっくり分かれますからね。ばっくり分かれちゃうんです。え、別に好きですよね。好きです、好きです。あ、ほんまですか。僕そんなに好きじゃない。そうなんですか。そうなんですか。そうなんです。でも結構自分のモデルとか作ったりしますよね。そうですね。僕もああいうなんかベーシストのなんか自分モデルっていう見るの好きで。あ、ほんまですか。一番なんか僕見た中で奇抜なベースとか。あれもだからデザインをミキ君に書いてもらいまして。あ、そうなんですか。ベーシストの発想でベース作りたくないなと思って、ベース知らん人に作ってもらおう思って書いてもらったんですけど、そのおかげで僕肩壊しました。今僕肩ここまでしか上がらない。そうですよね。はい、そうそうそう、分かります、分かります。僕もなんか自分でデザインしたものを身につけたいとは思わないタイプなんで。僕も昔あのジュエリー関係の専門学校行ってまして、はい、自分も作ったジュエリーとか作ったんですよ、はい、でも自分で作ったジュエリーってやっぱしなんか作ってるうちに飽きちゃう。へー、あ、そうなんだ。からなんか友達の作ったのを買い取るっていう作業をして、はいはいはい、の方が長く。そうなんです。それでなんか自分のジュエリーと交換するみたいな、うん、そういう交換とかよくやってまして、やっぱなんかベーシストはなんか自分で作るよりかは他人に作ってもらいたい派なんですよね。あ、なるほど、はい、ご飯も、はい、お願いします。さあ、じゃあここでちょっと時間も経ってしまったんでね、はい、あらですか、はい、ちょっとね、まあ、共通のねところも見つけたところで、はい、まだ5分しか経ってないですけどね、うん、いや5分以上経ってます5分以上経ってますし、そうです、そのぐらいでしかできないんですよ。まだまだ次の面白番長が出てきます。面白番長、そうそう、このね、はい、対談形式ちょっと2組目いきたいと思うんで、はい、まずは、はい、シークさん、アイビさんでした。はいはい、はい、いたんじゃありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。シークでした、アイビさんでした、はい、じゃあそのまま、はい、ありがとうございます。さあ、ということでスペシャル対談そのままですね、そのまま大丈夫ですね、2組目いきたいと思います。じゃあ皆様拍手でお願いいたします。 B さんとニカさんですね、よろしくお願いします。
すごい軽快なトークしてましたね。いやー、お二人すごい軽快でしたよ、ね、僕らそんな多分軽快なトークできませんよ、うん、すごい盛り上がってたじゃないですか、ミッドなんですけど。じゃあすごい重いトークする。重いトーク、重いトーク。ダークサイド、ダークサイド、ここダークサイドでいっちゃうんですか。そう、なんだかんだあれなんですよ、まあ、結構長い付き合いで。そう、そうなんですよ、そうなんですね、うん、もう知り合ってもう何年だろう、よ4年ぐらいとかになるかな、もっと経つと思ったかな、5年ぐらい、5年ぐらい、実は長いですね。そう、そうなんですよ、一緒にツアーを回ったことなんかもあったりして、はい、すごいいろんな思い出がね、いろいろありましたよ、あるなって、お互いのその第一印象とかってどうだったんですか、その出会った頃の。いや、もう可愛い子だなっていう可愛い感じですね。うん、いや、もうかっこいい人だなって、なんか馬とか乗ってそうだなって、うん、馬飼ってます。いや、そうだね、馬飼ってます。馬は飼ってないんですけどね、まあ一度ぐらいはあの馬飼ってみたいですけど ね、そう、飼ったら乗せてください。あ、いつでも来てください、後ろに。いつでも乗せますから飼ったら、勝ったら、はい、そのいわゆるあれですか、もうプライベートでも結構連絡取ったりとか。あ、でもね、あんまりこう、やっぱり俺も結構忙しくてなかなか会ったりはしないんだけど、今日とかもすごい連絡くれて、今日 LINE しました。そう、 LINE で連絡くれて、今日よろしくねって LINE して、うん、はい、俺もね、よろしく。そう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 、うん、そう、うん、はい、そう、あれ嬉しかったいいですね、うん、じゃあなんかこう、まあ、昔からしてるっていうところで言うと、なんかお互いのその思ういいところ、いいところ、はい、いいところ。そうですね、最初の印象としては可愛い子だなとか、うん、結構ふわふわした感じだなっていうふうに思ったんですけど、はい、ステージ立ったらやっぱり全然バリッとスイッチが入るっていうか、うん、キリッとする感じが、あ、なんかアーティストって感じだなっていう気はしましたね、うん、俺もね、結構もう何回も多分ニカ君のライブ見てるんだけど、そう、やっぱすごいそのライブで のパフォーマンスがすごくかっこよくて、うんうん、俺すごい好きなボーカルで、お、うん、だからまさかね、ミックスで加入すると思ってなかったそう、タイパンがあるんですよ、ね、1月に。そうですね、そう、はい、はい、ロフト。じゃあそれがすごい楽しみだな。そうなんですよ、うん、うん、なるほど、はい、そのバンドとしてのイメージ、まあヘニカさんは、まあ、入って間もないですけども、うん、なんつか、そのモラン、それぞれミックス、印象、お互いのなんかバンドとしてのこうイメージとかって何かありますか？なんか、いや、ヘニカさんから見るモランっていう、結構ライブ熱いよね。そうね、意外にそう。そう、多分、うん、パッと見はもうすごい雰囲気系で、うん、大人な感じのライブが繰り広げられるのかなっていうイメージあると思うんですけど、うん、実際ライブハウスとかに足運んで見てみると、もうガンガンもう熱上げていく感じで、そう、すごい熱いステージもやってね、うん、結構イメージは変わりましたね。うん、俺もミックスは結構昔にワンマンで見たことがあって、すごいステージセットとかかっこよくて、うん、なんかなんて言うんだろう、すごくね、なんかショーを見てる感じっていうんですか、うん、なんかすごく自分ディズニー好きなんですけど、ディズニーのショーをこう見てる感じの錯覚になるぐらい、すごいライブがしっかりしてて、はい、だからニカ君が入ってこうどうなったんだろうってすごく気になってます。なるほどね。なるほど。うん、そこはあれなんですね、モズニーではなくディズニー。モズニーじゃん。そう、俺らはモズニーだけど、はい、そう、ミックスは見ずに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 、うん、ねえ、夢の国を、うん、はい、なるほど、うん、なんかこの機会だからこそちょっとなんか聞いてみたいこととかってあります？お互いに。僕ら2人とも、うん、途中加入というかバンドに途中加入っていうのが共通項なんですけど、うん、一番最初入って苦労したことは、苦労したこと、苦労したこと、でもね、やっぱり曲を覚えるのが本当に大変で、結構な曲数がうちのバンドも自分が入る前にあったから、それがすごく大変で、うん、大変だったなっていう。あ、でもそれはやっぱり同じですね、うん、やっぱ大変だった、うん、やっぱりその、うん、まあ、加入してお披露目ライブっていうところまでやっぱり期間が結構短くて、うん、その中でその、まあ、それこそワンマンライブが初ライブっていうことだったんで、うん、曲数をいっぱい覚えてっていうのが、うんうん、そうね、やっぱそれが一番後加入では大変だったな、ね、うん、大変なところだね、うん、あとメンバーとなんかこう、なんて言うんだろう、
なんかちょっと馴染むまでみたいなのもちょっと大変だったっていうか、ね、うん、やっぱり最初は緊張してたし、はい、うん、そうだから今思ってみるとね、こんな風にモズニーを一緒にやってるの考えられないな一緒にモズニーをやることが、うん、やっぱそれは自らやっぱり率先してちょっとこう入っていこうっていうような感じなんですかね、それって。そう、自分もやっぱりあの率先して入って、もちろん入っていきたいし、うん、結構あの周りのメンバーも率先してガンガン入ってくれて、すごくなんか、うん、絡みやすかった。へ、うん、なるほど。ニカさんね、これからね、もっと、まあ、どんどんね、そうね、進めていくところだと思うんですけど、でも結構あのメンバーは、うん、あの話しかけてくれるんで、うん、あれどうなの、これどうなのって結構質問攻めにあったりなんかもするんですけど、うんうんうん、そのおかげで割とあの早い段階でバンドには溶け込めてたのかなっていうふうには思ってますね、うんうん、なるほど、はいですね、ありがとうございます。ということで、ちょっと時間がだいぶ経ってしまったので、なんか短くないですか、はい、短い。さっきシークさんとナイビー君めっちゃ喋ってましたよね。ちょっとね、あの少し尺が長くなっちゃいましたよ。すいません、ね、ということで、じゃあ2組はですね、ニカさんとビーさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、スペシャル対談も、お次でちょっとラストになりますが、ラストのお二組を、お二方をご紹介したいと思います。ミキさんとひとみさんです。よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで今度はボーカルでの対談という形になりましたけども、はい、はい、まず率直に お二人のなんかあるんですかね、その何か長い、そうですね、長いんですね、うん、結構その知り合ってからは結構長いかなっていう。およくそのファッティマのラストぐらいの頃にツアーを一緒に回ったりもしてたんで、うん、その頃が一番なんかライブとか見てたかなっていう。あ、うん、なるほど。実際になんかお話とかはされたりするんですか、裏楽屋とかで。そうだね、うん、うん、その時は割とこうみんなで、うん、なるほど。なんかそれぞれが思うあの印象ってありますか、ミキさんが思うひとみさんの印象。ライブで見かけない。ああ、そのライブが始まるまではなかなか姿が見えないと。で、始まったら、あ、はいはい、はい、はい、はいはい、もう早いなと、うん、あ、はい、すいません。なんかね、なるほどね、その印象が強いなと、うん、うん、なるほど。ひとみさんはどうですか、ミキさん。これやっぱりそのライブになるとすごいスイッチ入る人だなっていう、うん、あ、キャラクター濃いなっていう印象がすごいあって、うん、で結構その俺ホラー映画とかそういうの大好きな人だから、はいはい、そういうのとか見てるのかなっていうライブとかを見た印象だと、うん、うん、なんかあのね、手についてたりとか ね、 そうそうそう、 あれのやつだなとか思ったりとかいろいろあるんですよ。あーそのちょっと、うん、あ、このネタあれかなとか。そう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 、うん、うん、なるほどね。そのバンドとしての印象とかは何かありますか、うん、で、ひとみさんから見るミックススピーカーズインクっていうところ、なんだろうな、もともとそれぞれの、まあ、昔のバンドとかを知ってて、はい、で、うん、一緒にやるっていう話を聞いて、あ、なるほどなっていうのはすごく思ってて、多分すごく世界観とかしっくりくるだろうなっていう、うんうん、その各々が持ってた前のバンドのイメージとかがうまく結びついて、こういうバンドになるのかなって思って一回ライブ見たら、もうまさしくそういう、うん、思ってた通りのなんかこう世界観が出来上がってて素晴らしいなっていう、うんうん、ライブがとにかく楽しかったんで、はい、俺でも1回しかちゃんと見たことなくて、うんうん、そうイーストでね、昔対バンがあった時に、はい、1回見させてもらったんだけど、うん、いろいろなんかその時ボールの中からメンバー出てきてあー、ドラムですかね。そうそうそう、すげえなこれと思ってそうそうそう、こんなことやるなと。そう、うん、面白いなっ
やっぱそのエンターテインメントがね、ミックスありますからね。じゃあそのどうぞミックスから見た、全く一緒だと思うんですけど、同じ世界観。マイブームとかって何ですか。なんですかね、マイブームですか。マイブーム、最近バイクの免許取ったんですよ。おー、そうなんだ。二輪。はい、それで、うん、何乗るの。今 SR に乗ってるんですけど。はい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 。で、羨ましい。すげえ寒いですけど、うん、乗りたくて、うん、っていうのが今のマイブームですかね。はい、あの免許を取ってるってことですね。俺も一時バイクの免許取ろうかなって悩んでた時期があって、そう、ただバイク乗ってると大抵一回はこけるじゃない。いや怖いっすよ本当に。そうで、俺も知り合いとかがみんなことごとくやっぱり大なり小なり一度はこけるから、それ考えるとなかなか怖えなって、バンドやってるとちょっと怖えなっていうのがあって。そう、ただ SR とか大好きで俺も、そう、そういうああいうね、いわゆるああいう形のバイクが大好きで、でロイヤルエンフィールドっていうバイクがあるんだけど、それがめちゃくちゃかっこよくて。400ですか。それ350かなんかで、インドで作ってる、そう、バイクで、それめちゃくちゃかっこいい。多分 SR が好きだったら絶対好きだと思う。ああ、そういう感じなんですね。そう、ちょっとレトロで、かっこいいバイクがあって、それ乗りてえなって思ってて、ずっと、そうですね、なるほどね、バイクも。なんかこういう、まあね、場所だからこそ、ちょっと今聞きたいこととかあります？なんか質問とか。真面目な方がいいですか。いや、まあ、どっちだでも全然全然。あの、歌詞書くときって、うん、本読みます、映画見ます、なんか、なんかあります。結構いろんなことをするかも。本当だから映画見たりもするし、本、まあ詩集結構いろいろ見るかもしれない。いろんな人の、あとやっぱ CD もいっぱい聞くし、なんか映画しか見ないですよ。ああ、そうなんだ。本読めないですよ。なんか絵のない本あるじゃないですか、あの、早く読んでしまわなきゃいけないって勝手に思っちゃって、嫌いなんですよ。でもね、俺も全然活字だけの本って読まない人かな。普通の人に比べて全然読まない方かもしれない。映画はすごい見える。あ、見ます。多分ツタヤ借りんのなくて、借りすぎて。すごいね。あ、もう見ます、見まくった。はい、そうですね。そんな見るんだ。そうなんですよ。ちょっと映画の話したい。ああ、いいですね、映画の。映画の話したい。なんか最近の、逆に、いや、でも最近はもう、もっぱらでも、大体ジャケの海外ドラマ行ってますね。ああ、最近一番好きだったドラマって、海外ドラマ。最近だったら、ちょっと前だ、今はまだ、まだシーズン1しか出てないですけど、アルカトラズってやつが面白いですね。ああ、あれか。あと、グリムとか、そこら辺ですかね。なるほど。そういうのが好きですね。俺ブレイキングバッドっていうのがめちゃくちゃ好きで、そう、私ちょっと面白くなってきたな。そうなんです。すげえハマったドラマ。その映画のとこで言うと、趣味、その趣味はすごい合うんじゃないですかね、お二人。多分俺も映画すっごい見てるから。そうなんですよ。つまんないと寝落ちしちゃうんですけど、面白いともう返しに行って借りて、返しに行って借りてってやっちゃうんですよ。何回も同じ作品をってことですか。あの、海外ドラマなんで続きを、シリーズの。ああ、なるほどね。そうなんですよ。その1週間にも 何時間を見るとか。あ、そうですね。その何もない時とかはそういうことが多いですね。なるほど。久保さんもね、考えれば映画は。そうですね、ものすごい俺も見るんで、映画館とかでも結構見るし、1年間に大体30本ぐらいは映画館で見て、レンタルは、まあ、それとはまた別にいっぱい見るんで、はい、結構見ますね。なるほど。じゃあちょっとお二人で映画館行くっていうのもちょっとですかね。そのうち映画でトークのなんかライブみたいなのやりたいなって、映画をネタの、ちょっと呼んでみたいなと今話聞いてたら。いいですね。そう、映画トークをするっていう、はい、はい、なるほど。はい、はい、ぜひちょっとそのね、映画トークも実現できればと思うんですけど、またお時間がちょっと来てしまいましたので、はい、こちらで今回のスペシャル対談の方は、終わりたいと思います。ということで、最後の、対談はミキさんとひとみさんでした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということでですね、そのまま、エンディングに、こちら番組がもう終わってしまうので、エンディングに、
行きたいと思います。それではじゃあ残りのメンバーさんもまたご登場お願いいたします。面白かったですね、嘘つけ。いやー、おもしろい。ミニ君のマイクが入ってなかったのが一番面白かったさあ、はい、ということでね、最後は貴重な、そうです、皆さん、はい、はい、というですね、はい、貴重な対談トークも、ぜひ入ればなはい、ということでね、今回はですね、ミックスピカーズ、イングとモランの皆さんで送ってお送りしたんですけども、どうでしたか、シクさん。楽しかったです。楽しかったです。はい、ありがとうございます。ひとみさんどうでしたか。なんかちょっと今ミックスピーカーズインクに囲まれてちょっとなんかすごい威圧感がダークサイドがね、すごい威圧感、ね、威圧感がね、はい、はい、そうですね。アイビさん大丈夫ですか。大丈夫です。もう大丈夫です。はい、喋っていいんですか今日散々喋り倒したもんね。いやいや、楽しい機会がもらいましたのね。本当次回も出させてくれるっていうのは本当嬉しいなというか。次回も出させて、はい、はい、あ、そういう話ですよね。ん来週あ、違うんですか。はい、そうですね、うん、はい、僕はマイク持ってないで、どこに届いてシンガポールに届いてるかどうか分かんないですけどこれもうしっかりね、はい、お距離がね、違いでは、はい、ということで、ということでですね、はい、生放送ネット番組ジャパンビジュアルレボリューションイン来回ゾーンはこれで終了なんですけども、次回は1月19日月曜日20時からまた生放送を行いたいと思います。ゲストは近日発表いたしますのでお楽しみに、はい、ということで、今回のミックスピーカーズインクとモランのゲストの番組はこれで終わりとなります。皆様どうもありがとうございました。どうぞ、さよなら。幼い